洛南高等学校陸上競技部中長距離パート担当の奥村龍太郎監督です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう今日これはちょっとあらかじめ申しておきたいんですけど、まあ、実は奥村先生と私というのは中学時代からの友人でもありまして、はい、かしこまっているのが甚だやりにくい部分もあるんですけど、前半の半分ぐらいはもう正直同級生と同窓会であったみたいな話になってしまうかもしれないですけど、はいはい、その後後半きっちりと洛南高校の強さの秘訣を聞いていこうと思うんで、よろしくお願いします。お願いします。佐藤選手の 3000m の解説動画を撮らせていただいた時っていうのは宮小路の直前で、まあ、正直プレッシャー半端ないやろって言ったら、正直うんって言ってたら思い出すんですけど、背負うものは大きかったんじゃないですか。そうですね、まあ、今年に限らずですけれども、だからいい